錦鯉の品質を競う県品評会が今日、小千谷市で始まりました。小千谷市で今日始まった県錦鯉品評会。今年の品評会には県内の養鯉業者63社から541匹の錦鯉が出品され、色や形の良さなどその品質を競います。雨の中、養鯉業者が丹精込めて育てた錦鯉を生けすに放すと、国内国外から集まったバイヤーがすぐさま品定めをする姿も見られました。錦鯉の故郷ですから、小千谷は、まあ、山越しですね、いいとこってみんないいよ。今年は餌代や電気代が高騰し、コストが上昇している一方、入国制限の緩和により海外バイヤーの数が増えているため、養鯉業者は今後の需要増加に期待を寄せています。非常に今年はね、多いです。これからまたさらに、売り上げが増えるように期待をしています。品評会は明日まで開かれています。